しゃぶでございます。出来上がり、焼けました。うん、うまっ。うまっ。うん、うまっ。うまっ。めっちゃうまいから。うわー、いやー、うまっ。花輪チャンネル、どうも、花輪でございます。今日はですね、ママとあとリュウちゃんがいますけど、3人の朝ごはんお届けしようかなって感じでございますね。そうね、ちょっと遅い朝ごはん、はい、ちょっと遅めの朝ごはんで、バーバが今ちょっと佐賀にちょっと帰ってます。1ヶ月間ね、うん、もうそろそろもう2週間以上経ったよね、うん、佐賀行って。いや、寂しいですよ。全くで言うということもありまして、今日はリュウちゃんと3人で朝ごはんということですけど、ママ何を作ってくれるんでしょうか。今日はお味噌汁でしょ、で、サバでしょ。あ、サバ焼き、サバも焼きます。サバの塩焼きと、あと冷しゃぶと、冷しゃぶ、これね、これこのお肉いいね。花輪チャンネル。あ、あとそうだ、ちょっと今日はね、あれなんで紹介したいのがこちら、このね、アクアファーム秩父さん、これ実は私の誕生日のプレゼントに、ナックファイブのスタッフさんからいただいて、ナックファイブのスタッフさんからいただきまして、これを YouTube でご紹介したいなと思って、ずっとね、やっとついに今日紹介できるって感じですけども、ちょっと待って、はっ、だって言ってよ、誕生日でもらったとか。何食べちゃったの。食べちゃったの。嘘でしょ。食べるよね。いえいえいえ、分かるでしょ、大体。何が分かるの。いや、俺が楽しみにしたの分かるじゃん。聞いてないの。もう言ってよ。いや、聞いてないで、この感じでも分かるでしょ、ほら。いや、わかんないよ。結ぶでしょ。しっかり結んでんだよ、これ。じゃあ、おめでとう、これ書い、誕生日おめでとうって書いてくれてた。あ、ダメかと思った。中は、中はまだあれでしょ、うん、食べてないでしょ。嘘、これね、こういう切りに入ってて、これ開けると、うん、ほら、こういうおがくずの中に入ってて、うん、え、探せば、どっか出てくるよ。ちょっと待って、あ、ないじゃん。あれ入ってないじゃん、卵が。だから、美味しかった。あ、ここにあった、やっとあった、ほら。やっといました。言ってよ。なんでこんないっちゃったの。食べる、そんくらい食べる。ずっと1,2,3,4,5,6,7。じゃあもうこれはちょっと楽しみにしてたから、もうこれちょっと絶対食べないで。これも今、じゃあこれ俺は多文会ご飯で食べたいんです。ああ、いいね。これは後でいただこうかなと思ってますんで、うんうん、はい。それとあとね、福岡の名店江藤家さんのこれ明太子、うん、これた高菜、うん、それは手につけて、これもちょっといただこうかなって感じですね。大将から送っていただいたんで、さあ、いろいろこの辺もちょっと盛りだくさんですけど、ぐらいな感じで今日は行きたいと思いますけどね。はい、まあ、適当にちょっと、はい、さあ今日ね、でしかもね、僕休みなんで、もう昼から飲んじゃおうかなっていう感じ。久しぶりの昼から晩酌コーナーお届けしようかなと思いますけど、最近ちょっと花は忙しくってね、うん、なので、じゃあその辺もお届けしていこうかなって感じでございますけれども、うん、まずは今、玉ねぎをお味噌汁を作ったの。どうですか、ショートカット、いいね。あゆみたいね、あゆ。やめて。批判大丈夫だよ、そんなにいっぱい批判仕方として仕方として言われちゃうから、そろそろやめて。分かりました。勝利の大好きなぬか漬け。ぬか漬けでも勝利ちょっとね、今日はお友達と行ってるからね。これ美味しいよね、それいつも買ってる、うん、これコープ。うわ、美味しそう、1個待ってさ、はい、どうぞ。いただきます。うん、美味しいよね。美味しい、ぬか漬け本当に美味しい。使ってんね。よし、ぬかね、ちょっと冷蔵庫に冷やしておこうか。はい、うん、うわー、ダン、ダイエット、よいしょい。はい、サバ焼いていきましょう。はい、サバ卵ね、はい。さあ、久しぶりの、朝から晩酌コーナーでございますけども、今日はですね、こちらチタね、ジャパニーズウイスキー、これ今もうなかなか手に入れません。これはなんとですね、はい、あ、すみません、入れませんじゃ、入りません、本当にこれね、これはキリンの新海さんが送ってくれました。佐賀のキリンの大将がね、嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいな。いいんだ ね、 ね、そしてこのおつまみも、これも新海さん送ってくれた、これめちゃくちゃ美味しいんだって。ちょっとこれもいいですか、ママいただいて。さあ、ちょっとチタ
ますか。もうジャパニーズウイスキーは全然もうどこでも買えないですからね、なかなかね。これウイスキーを、ウイスキーを冷やすんですね、これ混ぜて、この段階で。それで、ここにこの炭酸を入れます。ゆっくりゆっくりゆっくり、炭酸がなるべく弾けないように、こういうことですね。はい、軽く軽くこんくらい混ぜます。うん、いただきます。いただきます。美味しい、美味しい、うん、美味しい、そしてありがとう、これ、これシラス、これが、新海さんがくれた、新海さんがくれたやつね、うん、これなんかチーズが入ってたよ、熟成、うん、チェダーチーズ入りの、ナッツです。そんな食べたことない、食べましょう。作ってくれたシラスの大根おろし、うん、作ってないけどね、おいしい、最高ですね、おい。朝からたまにはね、ミスの子に休みの日にね、おいしいです。やっぱちょっと最高だな、こういう感じで皆さんもハイボール飲んでみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。じゃあ行きますか、料理続きね。はい、はい、行きましょう。青ネギ入れて、これ大丈夫か、すぐちょっと開けた方がいいな、うん、しゃぶ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 、よし、よし、外から豪華ね、いいね、うん、まだ行きます、ね、これスルって入んじゃん、意外と、うん、私でもこれ3つぐらい食べちゃうこれ。うん、分かる分かる、意外とスル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 入っちゃうね、うん、冷やして食べるからさ、この時期美味しいよね。うん、じゃあこれ冷水で洗いましょうか。はい、はい、おー、はーはーはー、うーわ、すごいな、これは、一気に冷やしていこう。よし、ちょっと置いときましょうか、うん、あ、もうご飯ができた。今日はね、麹味噌、これの無添加のこれ、ね、美味しいんだ、うん、美味しいよ、美味しいでございます。シェア、ちょっと全部入れちゃう、よし、はい、できました、焼けました、出来上がりでございます。うわ、いいね、いいね、いいね、大根おろしたっぷり、最高、はーい、佐賀海苔でございます。なんか氷のポッキーぐらいでした、このスナックのなんかカラオケとかの、ね、私意外とこれコップに入れるんだよ、うん、昔から、これ取りやすいのよ、シュッて、確かに、水菜を、冷え冷えの水菜を、うん、冷え冷えの水菜が美味しいんでございますよ。はいはいはい、うわ、いいですね、まあ、冷え冷えでございます。くわ、いいや、レモンって映えるよね、この黄色のなんか爽やかでさ、美味しそうに感じちゃうよね。トマちゃんも間に、よいしょ、パラ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 、よし、出来上がり、冷しゃぶでございます。出来上がり、はい、さあ、完成しました。やったー、うわー、おいしそう、そうでございますね、すごいですね、見てこれ、冷しゃぶ、うん、
冷しゃぶ、まあそうでしょ、冷しゃぶ、サバ、こっち明太子、ぬか漬けもあって、納豆もあります。鎌倉納豆、これ美味しいんでしょ。うん、美味しいよ。でお味噌汁も美味しそうですね。プラームだって、うん、はい、じゃあいただきましょう。もう少し食べていこうかね。はい、はい、じゃあいただきます。いただきます。はい、じゃあ似合うね、あんた。うん、似合ってるよ。そうそう、うん、慣れてきたよ、うん、全然最初、もっと思ったけど、なんかもう…言っちゃってし、いい、うん、それで、それを、なんかポン酢かごまだれかどっちか選ぶっていう、うん、野菜も一緒に。いきます。うん、うん、うまっ。うまっ、取り付けたごまだれ。あ、マジで。いや、ポン酢、ゆうちゃん。あ、ほんとポン酢、ママは。ママは、ママポン酢でいきましょう。美味しい、ゆう。いいね。味変でちょっとごまにしたりするけど。いただきます。この水菜にね、うん、こうやって巻き巻きってしてね、うん、食べるの美味しいんでございます。わかります。いただきます。うん、うまっ。うまっ。うん、うん、うん。美味しい。さっぱり。俺はね、夏はやっぱりいいね。ごましゃぶでごまだれいっちゃったんですよ、うん、やっぱ夏は人それぞれ、うん、やっぱ夏はいいですか、うん、冷しゃぶ人それぞれ、うん、こういう感じでいきまして、うん、もうたっぷりと、うん、さあいきましょう。巻き巻きしてね、巻き巻きしていきましょう、うん、いただきます。うん、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 うまっ、うまっ、うん、たまんない。うわ、すごい冷えてて美味しいね、ギンギンだね、ギンギン。うん、ギンギンに冷えてるよね。うん、納豆もある。納豆とかまくら、味噌汁どう。うん、味噌汁食べてる。うん、うまい。この卵、うん、食べた、これゆうちゃん、うん、食べた、食べて、食べて、分かったよ。もう、もう美味しかったよね。俺より先に。パパがすごいね。俺がもらってきた。俺の誕生日プレゼントでもらったのに。知らない。知らないもんね。言ってよね。おかしいよね。見ました、これ。うわ、来た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 。できました。うわー。めっちゃうまいから。うわー、やばね、うん。オレンジでしょ。オレンジ。これね、うん、めっちゃ美味しかった。すき焼きで食べたの、これ。やばっ。うん、このぐらいで。ほんとだ、すっごいオレンジ、うわ、めっちゃ美味しい。うわ、ほら、もう使えるもん、これが。うわ、プルンと、うわ、すっごい。じゃ、ほんとにすごいオレンジなの。めちゃくちゃ色がオレンジ、うん、いいですか。どうぞどうぞ。いただきます。うまっ。美味しいでしょ。私、卵かけご飯では食べてないの、すき焼きで食べたから。めっちゃうまい。やばい。やばいな、このサイビラン。めっちゃ美味しい。やばい。甘い。やばい、ありがとうございます。甘いね。甘い。うん。うん、甘い。美味しい。これに、うん、この江藤家の明太子を。食べるのすっごいな、うん。こう入れまして。うーま。うまい。美味しいね。マジでうまい。もうちょっと残しとけばよかった。卵かけご飯で食べればよかった。おかわり？うん。おかわりね。うん、おかわり。お願いします。よいしょ。まずは。いいけど別に。サバいきますかね。どうぞどうぞ食べて。サバをじゃあ。うん、と思ったけど。いいでしょ？うん。うまい。うまいね。うん。うん、美味しい。これ入れて、朝ごはんだから、この佐賀のりじゃないですか。あ、そうだね、佐賀のり美味しいよね、うん、いただきます。美味しい。美味しい。納豆の髪が大きくて美味しいね。ね、鎌倉納豆ね、うん、どうですか。うまい。佐賀めっちゃうまい。佐賀美味しい、うん、うん、よかったですね。見て、これ高菜もあるよ。食べよう。うん、高菜、本当、ね、うん、良かった。私が納豆って珍しい。どう、高菜。高菜うまっ。うまいね。うん、江藤家の。江藤家の高菜だって。うん、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 鎌倉納豆マジでうまい。
ほんと粒が大きくって、ね、うまいね。うん、うん、うまっ。うん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 。夏休みでしょ今。うん、夏休みです。うん、はい、忙しいよね夏休みね。あ、忙しくないの？忙しいけど、そんな人に言うようなことじゃない。どっか行ったりしないの？海とか。いや、しないしない。しないよ、ゆうちゃん。うん、昔よく行ったよな、あそこな、富士急ハイランドとかね。あ、富士急ハイランド、違う違う、グリーンランド、グリーンランド。うんね、ゆうちゃんと行ったな。豊島園じゃん。豊島園は行った。豊島園は元気だよ。私も泳いだよ。まあまあ、豊島泳いだっけ。行ったよ、ビキニ着てまだ若かったからさ、うん、まだりゅうちゃん。昔でも佐賀でも行ったよね、一緒プールね。うん、うんうん、覚えてる覚えてる。ビキニ着てたな、うん、え、また来てよ大丈夫でしょ。なんで誰が見たくないでしょ、ビキニとか。別に誰が見たいとかそういうことじゃないで、別に自分が恥ずかしいから、うん、ビキニはちょっときつくないね。え、恥ずかしいのママがビキニ着てたら。いいと思う。ん、いいと思う。一緒に泳いでくれる？いいよ、ゆうちゃんって。それは、ん、一緒に泳いでくれる？ん、一緒に。別に全然恥ずかしくない、ママがビキニ着て。入れるわ。入れるはダメでしょ。ダメか。あ、そうなんだ。全然でもプールとか海とか全然行ってないでしょ。行ってない。何年ぐらい行ってないですか。10年、うん、で子供たちが海に行ったとしても私だけ普通の服着て、うん、見てるだけだったね。まあ普通そうだよな。うーん、もう花輪にも任せて、ただ私はちょっと監視みたいな感じでこう見てる感じで。自分で自分のチャンネル見る？見ないよ。見ろよ。見ない。そうなんだ。サムネで。あ、サムネだけ見てんだ。あ、今日これ動画、あれかってね。レオちゃん、それ金髪学校でなんか言われたの？みんなびっくりしたでしょ、って。うん、金髪したんだ。うん、だよね。でも結構金髪の子多いから。すごい学校だよ。ママも行きたかった。信じらんないな、学校がないと。はい、さあ、ということでございまして、今日は3人での朝ごはんを、ね、お届けしましたね、うん、はい、美味しかったです。まあ食べてますけど、美味しかったです。最高でございました。よかった、よかったです。はい。じゃあこの後はカメラ止まってからこのプラウンでしたっけ、これをいただきたいと思います、うん、はい、ということでございまして、まだ食べてますが、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。